スタート、スタート。それではここで参加されます選手を紹介いたします。見事ポールポジションを取りました、ターンナンバー5番チームオーガスト野崎選手。そして2番手、同じくチームオーガスト上川選手、ご主人の方。そして3番手、カーナンバー3番、同じくチームオーガスト篠田選手。そして4番手、カーナンバー6番、 J ブラッドレーシング飯塚選手。そして5番手、カーナンバー2番、チームオーガスト上川選手奥さん。そして6番手、カーナンバー8番、 J ブラッドレーシング藤本選手。さあ以上6名を紹介いたしました。さあいよいよ決勝ヒートレンタル100が間もなくスタートとなります。さあ各社一斉にエンジンをかけてください。さあいよいよフォーメーションラップのスタートです。各車両頑張ってください。皆さん全選手に大きな拍手をどうぞ。さあそしてそれでは7番手以降を紹介いたします。7番手はカーナンバー12番 RS ゲン吉野選手。そして8番手カーナンバー7番 J ブラッドレーシング山口選手。そして9番手ですね、9番手カーナンバー10番 RS ゲンの白木選手、白木選手ですね。さあそして10番手カーナンバー11番 RS ゲン鈴木選手。そして11番手カーナンバー4番チームオーガストの柳堀選手。この11名での争いとなります。さあまずはフォーメーションラップ、どのような戦い、どのようなドラマ、どのようなミラクルが起こるのでしょうか。全選手に期待したいと思います。さあいよいよスタートです。レンタル100決勝ヒートのスタート、まずはファーストラップ、最初に帰ってくるのはどの選手でしょうか。さあファーストラップからかなりのスピードが出ておりますね。かなりデッドヒート、すでにもうねトップ争いがもう団子となっております。さあ最初の5台が団子です。うお、ものすごいスピードです。ちょっとドキドキしました。さあ最初に帰ってきたのはカーナンバー1番上川選手ご主人さんと、さすがちょっとね奥さんにいいところを見せよう、その気持ちが足に出ております。そして2番手はカーナンバー5番野崎選手、そして3番手カーナンバー6番の飯塚選手、そして4番手カーナンバー3番の篠田選手となっております。いやはやもうトップ争いが2台の戦い、そして3位争いが3台、そして6位争いが4台と、そのように戦いが行われておりますね。さあ皆さん若干場内風が強くなってきましたので、皆さんいろいろなものが飛ばされないようにだけね気をつけてください。はい、皆さんいろんなものが飛ぶ可能性があります。ぜひ飛ばされないようにだけね気をつけておいてください。さあトップ争いかなりもうテールトゥーノーズ、さあそこで刺すのか刺せないですね、第6コーナー。さあかなり2位のね
野崎選手がもうものすごい上川選手にものすごいプレッシャーをものすうわもうちょっと当たってるんじゃないかっていうようなプレッシャーです。あのドキドキ感ちょっと嫌ですね。あの僕自分で走っててですね、前回走ってまして、あの車で走ってたら首都高であのロールスロイスのファントムに後ろつけられたことがあります。その時と同じ感覚でしょうきっと。さあ上川選手がものすごくいいライン、抜かせないラインを知っているかのようにね、抜かせないように、あーいいですね、もう本当にもう熱い、ここを走れば大丈夫っていうラインをね走っております。やはりねトップ争い1位2位がね、トップ争いがお互い意識してますから、あのスピードというよりは抜かせないためのこのスキルをね見せつけ合う、そんなねレース展開となっております。なのでこういう場合は3位4位の選手がチャンスとなっております、ね、1位2位トップの2人がやり合っている間にスッとねトップを抜く、トップに行くというね、そういうチャンスもありますから、皆さんにチャンスがあります。ぜひぜひちょっと狙っちゃってください。1位2位の選手がちょっと今ねやり合ってますから、ぜひ3位以降の選手タイムを伸ばせばまだまだ上位に食い込むチャンスがあります。さあ第6コーナーでかなりいい走りをしますね。本当見ててね、素人ながらにちょっとそれは感じます。やはりこれはですね、予選ヒートのちょっとあれがあったんでしょうね。多分1位ポールポジション野崎選手に見事ちょっとポールポジションを取られてしまった上川選手の意地というものがね今の走りに出ているのかもしれません。ですが野崎選手にも意地がある、ポール2ウィンを狙うためにもやはりここは最後まで諦めずに後ろからのプレッシャーをかけ続ける。さあトップ争いにばっかり目を向けてはいけません。この後ろの6位7位8位争い、今数えましたけどもそこもすごいですよ。皆さん意地と意地のぶつかり合い、6、7、8このねカーナンバー2番、そしてカーナンバー12番、カーナンバー7番、この3名の選手のぶつかり合いもちょっと見ものです。カートはぶつかり合わない、今ただいま修正が入りました。ぶつかったら大変ですからね、気持ちのぶつかり合いとでも言っておきましょう。さあですがやはりこの安定した走りトップの2台ですね。さあ3位のですねこの3番手のカーナンバー3番篠田選手がじりじりと追い上げてきてる感じもあるんですが、やはりトップ争いの選手にちょっとタイムが、ね、追いつかない状態となっています。コンマ3秒ぐらいの差があります。さあトップ争いこの2台がもうすでにね2人でやり合っておりますが、なかなかね3位の選手がちょっと追いつくことができないと。さあ
さあかなりですねトップ争い残り2周となりましたが、先ほどですねこのトップ争いのこの2台今ちょこっと聞きましたら、なんとこのねカーナンバー1番上川選手が野崎選手を抜かせないためにものすごくいいラインを走っていると、おかげで野崎選手が若干イライラしているんじゃないかと、はい、インを攻めることができないのでねちょっとイライラしている走りがね見えているんじゃないかっていうね、そんな情報も入ってきております。なるほど、ちょっとでもですね焦った方がこれねレースをちょっとね負けてしまう。あ、でも素晴らしい。さあさあファイナルラップです。ラストファイナル1周です。頑張ってください。さあ残り1周となりましたが、やはりトップは上川選手、野崎選手、どこでインに入ってそして抜きにかかるのでしょうか。うわ、ものすごい、すごい、本当に2、30センチの距離で走っておりますね。さあ第6コーナーを回る。ここでミスがなければどうなるか。さあそしてモナコ、ノーモナコがノーイエノーモナコ、そして最後やはり勝利したのはウィナー、カーナンバー1番上川選手。素晴らしいレースでしたが、抜くことができなかった野崎選手。さあ奥様の方もただいまチェッカーとなりました。奥様ちょっとお疲れのようですからね、ゆっくりと休んでください。そしてウィナーとなりました旦那さん、自慢の旦那様です。今日はごちそうを作ってあげてください。さあそれではレンタル100クラス見事ウィナーとなりました。カーナンバー1番上川選手、ご主人さんの方にインタビューしたいと思います。さあ見事チャンピオントップでゴールしました。おめでとうございます。ありがとうございます。もう全力で逃げることだけは考えない。かなりチームメイト の, あの野崎選手からのプレッシャーがきつかったと思いますが、で周りの人にも下手だ下手だって言われて、まあ、ちょっといろいろレシピやってる確認にアドバイスもらったので、うまくスタートできたかなと思います。やっぱり後ろをぴったり疲れるとドキドキするもんですか。もう早く終わってくれ早く終わってくれって12周が長く感じると。すごい長かったですね。ですがやはりちょっと強かった。あの上でも僕話してたんですけど、あのこの上川選手の走りがかなりその抜かせないために研究をされたんじゃないかと、そんなね素晴らしい走りでしたけども、その辺はやはり研究された感じですか。そうですね、もう釣り前に行かせないようにちょっと邪魔したりとかブロックしたりとかってちょっとその駆け引きもねやっぱりレースの一つですからね。見事それがね功を奏してチャンピオンウィナーとなりました。カーナンバー1番チームオーガスト上川選手でした。おめでとうございました。ありがとうございます。
奥さんに美味しいご飯を作って待ってください。